you uh -huh. 踊りを踊ることで世の中が平和になるとしたら趣味や娯楽のはずの踊りが人の役に立てるものになるとしたらこんにちは岩崎ひすいと言います私の職業はダンサーダンスインストラクターです私は踊りを通して人を幸せにそして世界を平和にするために仕事をしていますえ 踊りでどうやってと聞く人もたくさんいると思います。安心してください。私がそうでした。私は自分が踊りと縁のある人間と思ったことはありませんでした。翡翠という名前は祖父が宝塚に入ってほしくてつけてくれた名前なんですが、子供の頃の私はバレエを勧められても日部を勧められても全くその気にならず、 高校を卒業するまで、体育の授業以外で踊ったことはありません。進学した高知大学の入学式で初めて見たよさこい、それがきっかけです。生まれて初めて、雷に打たれたような感覚になって、うわ、私これをする、もう即決でした。そこから片道50分弱かかる道のりを自転車で一生懸命通って、無我夢中で練習に参加しました。 とと言いたいいいたたこなんでですす。けど、頑張れてののは最初の3ヶ月ぐらいです <laughs> もともと体も硬いし運動もあんまり好きじゃないそして先輩たちが怖い一緒に行った仲間は褒められるのに自分はあんまり褒めてもらえないそんなことでどん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 モチベーションが下がっていって気が付いたら学校で友達となんとなく踊る日々を過ごしていました。 でも大学4年生になってもしかしたら今年でよさこいを踊れるのは最後かもしれないから最後ぐらいしっかりやって終わろうその気持ちで一番最初に衝撃を受けたセントラルグループ踊り子隊をプロデュースする菅ジジャズダンススタジオにににお世話になることししました。代表の国友菅先生が私たちによくこう言いました「うまく踊らないでちょうだい!」。 魂で踊ってよえ、うまく踊らないでいいんだ私は心が軽くなったような気がしてそして一生懸命踊ったら褒めてもらえたこともあってそこからどっぷりよさこいにはまっていきます練習や県外遠征の参加率は8割以上学校を休んで参加したこともあります 卒業論文に集中しなければいけない時期になっても私は練習をやめることができず担当の先生や仲間たちに呆れられながら踊りを続けましたでも私にはそれをしたい理由がありましたお祭りに参加するとよくお客様にかけてもらった言葉がありますありがとう元気をもらったよ実は死にたいぐらい落ち込んでいたんだけど 皆さんの踊りを見てエネルギーをもらったからまた頑張ってみるねありがとうはって前の方で踊っている先生たちがそうやって言われるならわかるけど後ろの方で踊っている対して才能もない私たちがどうしてそんな言葉をかけてもらえるのかなと不思議でなりませんでした泣いてる人もいるんですでもこれはなんか気になるな これをずっと続けけなななきゃいけないような気がする。そんな気持ちが強くなってきて周囲の反対を押し切りよさこいを続ける日々を過ごしましたそんな私にラッキーチャンスが訪れます代表の国友菅先生がある日私を呼びました「ちょっとあんたパソコン使えるやろ手伝わん?」 よさこいで全国を一つに繋いでいこうというネットワークを作る立ち上げのスタッフに誘っていただきました当時はよさこいを道具にして自分たちの街を元気にしたいんです子どもたちの未来に誇れるものを残してやりたいんですそんな熱い思いを持った人たちが次々と菅先生の元を訪れてそしてあっという間にすごいスピードで よさこいの名をつく祭りが日本全国にでできた頃でした。頃しなぜ踊りが地域を活性化していくことにつながるのか子どもたちの未来に誇れるものになるのか私はどんどんなぜを増やしてしまいました。これは任期が終わっても知るまでは離れられないなとそんな気持ちで何とかしてここに留まる方法はないかと考えた結果。 選んんだのがインストラクターにななることででしたそうなんです私はダンサーになりたくてこの道に入ったものではなくて踊りがどんな可能性を持っているのかなぜ子どもたちの未来に誇れるものになるのかを知りたくてこの道を選んだんです。なので最初はダンスの修行をすることがものすごく苦痛でした。何がきつかったかというと。 まず自分と向き合うことがきつかったです踊れない自分を受け入れなきゃいけない仲間と比べられる同期はどんどん練習を積んでうまくなっていくのに自分自身はそんなち小さなことに心をとらわれてしまって前に進めません教員免許を取得していたこともあって何度もリタイアを感じました やめたいなあでもなあやめたらまた他の人に何か言われるかもしれないしもうそれより何より「なんで?」って思ったことが何にも解決できてないじゃないかここで投げ出していいの自問自答をずっと何年もぐず,ぐず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 と続けていきましたそんな私が覚悟を決めることができたのは2つの出来事のおかげでした。まず1つ。 あんたそんな踊り方しよったらもう何年も踊れんで、って何踊っても同じような表現で、先輩に言われて壮絶に落ち込んだ時のことです。でもそんな時に、よさこいで出会った全国の仲間たちが、損得感情なしに私と接してくれました。踊りがあってもなくても、自分の存在価値は変わらないんだな、私はここにいてこのままでいいんだ、 自分のことを許せた時に体がふっと軽くなりましたそして面白いことに次の日からがらりと表現を変えることができたんですこれは私を叱ってくれた先輩もびっくりしていました二つ目はそれから数年後のことでした才能のあふれる後輩たちが増えてまた自分の居場所を見失っていた時レッスンの終わった深夜のフロアで一人で体をほぐしながらぼーっと考えていました なんで私は踊りを選んだんかなって才能もないし体も硬いのにどうして踊りだったのかなって次の瞬間に言葉が降りてきたんです。あそっか私はこの自分を経験することによってそういう立場の人たちの気持ちを深く理解したいと願ったのかもしれないって。 そう思えた瞬間に、目から涙が止まらなくなって、自分に感動してました。この気持ちがあれば頑張っていけるんじゃないかなと。心が変われば踊りが、体が応えてくれる。自分から発されるものが変わる。だとしたら、もし体が動かなくなったとしても、自分の内面が成長し続けるんだったら、踊れる踊りがあるんじゃないかなと 私は生きているうちにどこまで行けるんだろう。やってみようか。そのおかげで私は今もこうしてこの踊りを続けることができています。踊りは魂で踊るもの。その言葉が一つ腑に落ちた瞬間でした。踊りはいろんなジャンルがあってそれぞれに素晴らしいカラーがあります。繊細な美しさ、有限さ。 まるで一つの生き物のように見える統一感。閉塞感を打ち破るエネルギー躍動感。私たちは一人一人が違う体を持って感じ方を持って生きています。踊りの面白いところは、それが見えてくる瞬間があること。その人が何を大切にして生きているのかまで感じられる瞬間があるんです。もちろん。うん、パッと見。ビー 軽く踊ってるなみたいなものもあるんですがでも大抵は一生懸命踊ってるものの中にはその人が日々コツコツと積み上げてきたものや大切にしているもの生き様とか愛って言われるものが見えない波動になって自分のところにバーンと届きます。そのの瞬間、見てて、ていいるる。るこっち側心心も溶けて気がががたら涙が溢れれ開かれるんです。 私がが信じていいる良さこにはそのパワーがありました。踊っているのは日本全国のの普通の人たちです。老若男女立場も年齢も体も全然違うだけど一人一人が一生懸命踊るそのエネルギーはどれもすごく美しいですそして一つになった時に圧倒的なエネルギーを生み出して気が付いたら見ているこっちの心は開かれ 奇跡がが起こるこるとがたくさんありました。ある日私はそれを世界に置き換えて考えてて考みました。一人一人が違う個性を持ち肌の色を持ち背景を持ち文化を持ちそれによってたくさんの争いも生まれているでも逆に一つになることもできるんじゃないだろうか。 踊りの中でできることが踊りでしかできないだなんてそれでいいんだろうかだって私たちは踊り手である以上に今を生きている一人一人なんだからもっとやれることをやってみたらどうだろういつしかそう思うようになりましたなので私は指導するときに大切にしていることがあってそれは揃えないいででくださいってことです人の真似をしない。 小さくまとまとらない。その人にしか感じられないことを大切にして目いっぱい出してほしいでもそれは好き勝手やっってていいいこととは少し違っています。決められたルールの中で集まる仲間に敬意を持って自分のベストを尽くすことその大切さを学ぶことができることが踊りのすごくいいところだと思っています。エゴが外れるほど踊りに没頭していくと、 自分の感覚と視野が広がってそれまで見えなかったものが見えてくるようになりますあの人が今どんなことを考えているのか向こう側で踊るあの人からは何が見えているのか考えてみたら短時間で大きく移動したり難しいフォーメーションを作ったりする時ってそのそれぞれの立場に立った視点思いやりが何よりも大切になってくるんです。 そしてそこに集うご縁に感謝して一人一人を自分の仲間だと思って大切に扱うことその姿勢が自然と謙虚さを生み出してくれますその考え方は人間と人間だけではなくて自分自身とこの世界自然そのものとのあり方に直結していくんじゃないかと思うようになりましたももともと踊りは 土地や神様への捧げ物として、自分たちの力ではどうにもならないことを祈りとして届けるために生まれたものです今お祭りイベントはいろんなものがありますけど私たちはいつも踊る時に祭り踊りの原点にかえって考えるようにしています。天と地のあいなかに立つ自分たちができることは何なのか。 自分の小さなエゴを取り払って今できる精一杯を感謝を持って愛を持って一生懸命発信することそれによって人の役に立つこの自然と調和して人間として一生懸命生きていくことができるんじゃないかと感じています踊りを通してやりたいことの一つその中で「 今一番大切にしてているるのは子どもたちを育てることです。コミュニティの中で自分を信じる力をつけてもらいそして仲間を尊重し分かち合い助け合い愛し合うこともし学校だけじゃなく学校以外の場所でもそんなことを体験することができればきっとこの世の中って加速的に良くなっていくんじゃないでしょうか。 今世の中に溢れるいろんな社会問題の一つ一つを解決するためのヒントってすごくシンプルだと思うんですきっと私たち一人一人にできることがありますだからこそ子供たちだけでなく大人たちにも踊りを通して得た体験を実生活実体験に落とし込んでもらってぜひ挑戦をしてもらいたいそんな願いを込めて社会問題や環境問題 災害支援、そして平和学習などテーマを盛り込んだ踊りにトライするだけではなくてフィールドワークにもつなげていろんな意味でこの踊りが世の中にできることを作っていきたいと思っています私が心の支えにしている師匠の言葉をここで紹介します私たちの仕事は愛を作る仕事です だから自分自身が成長することを諦めてはいけません。流行りや見た目のかっこよさに惑わされることなく何が本質なのか何が真実なのかをいつも自分に問いただしなさい。謙虚でいなさい。愛を持って向き合いなさい。勇気を持ちなさい。そして決めたことはやり抜きなさい。 あなたの愛をこの世界にしっかりと精一杯伝えてあげて一緒に頑張りましょう私は今踊りを道具にそのチャレンジを続けている最中ですあなたはどんなことにチャレンジしていますか何があなたの道具になりますかもし少しわからなくなっているんだったら 一緒に踊りませんか踊ることで言葉を超えた感覚にたどり着けた時あなたの中に答えが見えてくるかもしれません今こうして同じ時を生きている私とあなたは仲間です同志です一緒にこの世界を平和にしていきましょう